来るぞ。来た。役者が揃った。熱々のポタージュかけてやる画面に。ああ、まだ死んだことに気づいてないんですよ。あら、自爆霊だ、自爆霊。おお、いいこと言った。初めてこの家に来て役に立ったな。どうも、山里亮太のテレサース山チャンネルでございますけどね、第25回目となりまして、まあ、私事なんですけど、先日ね、ちょっと北海道はトマムの方にですね、旅行に行ってきまして、まあちょっと、まあ、これ言い方はあれなんですけど、まあ、これと言いますいやーねー、まあ、やっぱこの母親との二人旅っていうのは本当にいや心が洗われるというかね、うん、でその母親がね、こうトマムのそうこう景色を見ながらね、あんたはもうお母さんの望みはあれだな、亮太が結婚することだな、なんて、あんた出会いとかないの、なんて、もう全然ないよって、それこそあんたが言ってる、あのさ、テラスハウスなんか入っちゃったらいいじゃないって言った後にちょっとガチの喧嘩をするっていうねあんなとこ行くわけねえだろっつって、気持ち悪いっつって、あんなやつだと声なんかしたくねえんだ母ちゃん、いやそれやってくれよっつって、いくら母ちゃんでも声大きくなるよっつって、ごめんね亮太って言って、そんな話があったなんてのは、まあ、一回さっておきましょう。それどころじゃないんですよ皆さん。いやーちょっとね、いやまだ私疑惑段階なんです、疑惑段階なんで、これはひょっとしたらテラスハウス史上最も恐ろしいものを見てしまったのでは、はてなっていう状態の今日話になりますけど、まあそこに行くまでにいろいろございましたんで、まあ先週皆さんをざわつかした、ゆいちゃんがまゆ様にね、ちょっともうこんなギスギスした関係は嫌だから、ちゃんと面と向かってお話ししようと思うなっていう、こうね、勇気を振り絞ってね、でまあ、お互い喋るんですけどもね、その時も怖かったですね。腹割って喋るっていうことをテーマにしてるけど、2人とも全く腹を割ってないっていう、あれは怖かったな。心の扉閉じっぱなしなのに、ドア越しに喋ってるんですよ、なんかこう、だから交流の形としてはご近所トラブルですよね、もうね、うん、私感情を隠すのは下手なの、ごめんね、なんてことを言って、でこれからもそれは続けますみたいな宣言するんですね、うん、普通だったらごめんね、なんかそういう気分害しちゃったらごめんね、私そういうとこあるんだよねってぐらいかと思ったら、感情を抑えるのは下手だから出ちゃうからそれは受け入れてねっていう、うん、カットしたら手出ちゃうの、殴られてもごめんねってことですから、うんうん、もう言ったもんね、先殴るって言ったもんね、だいいよねっていう、そういうですね、私見境なくどうかなっちゃうかもしれないという恐ろしい宣言がされるランチが終わって、まあそんな感じで、こうここはまあなんだかんだこう腹割って、でも腹割ったっていう、まあ、ことにして2人は一応仲良しのふりをしてる状態になってるんです、私の目からすると。でこのお互い一緒によく喋るようになったっていうのは、監視してるんですよお互いを、うん、私はノアが好きなの、ノアが好きなのっていうのを聞いてて、これを仲がいいとされてる2人がこの話をしてるんだから、あなたはノアに行かないわよねっていう、むちゃくちゃ恐ろしい状態になってるわけです。ゆいちゃんそんなの耐えれるかな、なんていうね、そんなことを思ってたこともありましたよ。で怖いなと思ったシーンが、まゆによる監視状態ですね。まゆがまたゆいをこう監視してるね、ずっとこう足元のところで、まあ、ゆいちゃんが座ってる、そんなゆいちゃんですけどね、おど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 してる、まあ言ったらね、プードルですよ、プードルちゃんね、でプードルちゃんがガクガクガク震えてるね、でもそんなガクガク震えてるプードルちゃんも勇気を出してキャンキャンとこね、ひげの優しそうなおじさんとこ行くわけですよ。ひげの優しそうなおじさんとこ行くと背中を撫でてくれるわけですよ、ね、そのひげのおじさんが私を撫でながらこう言うの、ノアと私はお似合いだって、あ、私の方に完全にこのヒゲのおじちゃんは味方してくれるんだ、え、めちゃくちゃ私に風吹いてんじゃん、え、こんな風吹いてんのにあんな無風の女に屈してる自分っておかしいんじゃないかな、プードルプードルって言ってるけど私だってしっかりとした猟犬だぜっていう見て見て剣士も生えてしみたいな感じで、ちょっとね、あの瞬間にスイッチがチラッと入った気がするんですよ。僕はひょっとしてこれ入れ替わったんじゃないかな、人がっていう変化のスピードでいうと、本当に中国のね、伝統の変面と同じなんですけど、パッて、あれ、いつ変わったっていう、あのくらいのスピードでゆいちゃんが変わったんですね。それが
戻るとやっぱり眉様は気になりますから、男子部屋に行ってる話ですから、え、何してたの、いや別に何も、それぐらいだったらいいけど、こっから急にニヤニヤしながら何話してたと思いますっていう、いやノアめちゃくちゃ気にしてる人間からすればその話してたんじゃないのって言いたいけど、言うのは絶対違うと思うから言えない、恋愛の話しか聞いてたとか聞きたいけど聞けない、それが分かってたとしたら怖い質問の仕方なんですよね。でそっからはもう嘘つきまくるんですよ。いや別に恋愛の話しかしてないとかノアの話とかしてないって言うけど、そのヒゲのおじちゃんとね、ちょっとどなたか知らないんですけど、ヒゲのおじちゃんが優しいヒゲのおじちゃんが、ね、背中撫でながらお似合いだと思うよとかって言ってた話とか、それをいや全然そんなことないですっていう、あの姿ってのは私思いましたけども、本当にまず、まあ、完全にマウントを取ったわけですよ、ゆいちゃんが、ね、でマウントを取りました、こうマウントですよね、まあ、小瀬田さんこうなってますよね。一番怖いのは肩口にこう入れてこう入れて顔だけ出てる状態で、こうこの状態なんですよね、ゆいちゃんが。で何の話してると思いますね、そういう話は何もしてないんですよって言って、もう血だらけなんですよ眉が。そんなんじゃないんですよ全然、違うんですよって、え、なんだと思いますね、あの恋愛とかそういう話とか何もしてないんですよっていう。で小瀬田さんもあまりのことに、だからね、顔はどんどん腫れてってるけど気づいてないんですよね、自分が殴られてることに。もう気絶しちゃってるから、うん、で多分それで殴られすぎたんでしょうね、いろんなこう自分が圧倒的不利だってことに気づけない状態のままなぜかノアを山に誘っちゃうっていう。これがね、でまた山に誘った時のノアがですね、いやそうなんですよね、もう面白いぐらいに。でちょっとこれすごいなと思ったのが、眉がついに超能力まで使えるようになったんですよね、人の心を読めるようになったんですよ。天気悪ければいいと思ってるでしょみたいな。でノアが本当漫画みたいにギカーってなったっていうね。あれは綺麗でしたね。でまあそれで、まあ、結局でもまあ違法な取り立てをする金融屋さんと同じ方法なんですけども、急に、予定とかボンってこうやらして、ええ、ってなってる間に今うんって言ったねっていう、あの一番怖い方法でデートの約束を取り付けると。でそのデートの約束を取り付けて何を血迷ったか、まゆさんはですね、もう今あのゆいちゃんにぶったれてフラフラな状態なので、ちょっと冷静な判断力を欠いてるんでしょうね、告白するらしいです。さあ皆さんね、人類まあいろいろね、まあ皆さんね生きてていろんなところで見てきた滝、滝といえば何ですか皆さん、癒しの象徴、その概念来週ぶち壊れますよ。お楽しみに。また明日。